流星おもり三国支援技の幹部と流星杖を構える便器流星おもりは中国の武器の一つ、流星杖とも呼ばれる。3メートルから10メートル程度の縄や鎖の先端に金属製のおもりをつけ、そのおもりを当てて攻撃する。おもりの形は様々であり、重量も使用者の好みによって異なるが、軽すぎるものは威力が劣るため、一定の重量が必要である。 流星おもりには、おもりが一つしかない単流星と縄の両端に、おもりをつけた、総流星が存在し、単流星は、縄の端を、総流星は、縄の中間を持ち、相手に投げるか振り回すなどして、相手に攻撃を加える。武器の性質上、隠しやすく回収性も高い。遠心力で加速したおもりによる、打撃力は、非常に高く。 急所に当たれば確実に混沌するか死亡するだけの威力がある。練習用にアルミニウム製の重りを使用したものであっても、コンクリートのブロックを粉砕し、練習中に頭にぶつけて混沌した例もある。流星重りの派生武器として、重りの代わりに探検状の氷がついた状況も存在した。壮大に細域より伝わった達節根などの武器の鎖部分が縄に変わっていった。 ものと考えられる。秋世には武術だけでなく軍の装備として広まっていたことも判明している。メテオとはジャグリングの道具の一つ。縄の両端にボールがついている。流星とも呼ばれる。ルーツは古代中国の武器だと言われる。スイングジャグリングに使う。ボールの代わりに大きな器に水を入れたものは水流星と両端に火をつけたものを飛流星という。 ポぽいとの共通点が多い。ありがとうございます。